では、RLO 識別紙についてやっていきます。問題。実際のファイル名は、インボイス FDPEXE だったが、実際に表示されたものは、インボイス EXE PDF となっていた。というところで、EXE が最後に来ると、なんか実行ファイルっていうところで怪しまれるけど、まあ PDF ファイルだから大丈夫かなというふうに思わせるような感じですね。 これはユニコード制御文字の RLO が使われたためであるというところでこのように RLO というところは Right to Left Override というところで特殊な文字になりますこのように前後関係が入れ替わるようなものですねこちら IPA のサイトの方でも説明していますので一度目を通しておいてください また RLO 拡張子偽装を防ぐためには OS の機能で制御文字を含むファイルを実行しないというところもできますのでこのような対策も抑えておいてください。